前進。どうもブラザー白瀬ゴロです。いつもご視聴ありがとうございます。今日紹介したいのは勝利のビルドなんですが、今装備しているのはこの槍です。まあアタッカー寄り のビルドにはなるんですけども、まあ、前回紹介した熟知寄りのシールド生成の、勝利サポート勝利もあるんですが、今回は攻撃型です。まあ、攻撃型なんですけども、星4の武器を装備してます。ステータスはこんな感じ。もうちょっとレベルと、そうですね、生物上げて、まあ、攻撃力の方ガツガツ上げていけるんですけども、ちょっと今回はこの程度ですいません。はい、こんな感じです。元素チャージ効率をちょっと多めに持ってます。これが180とかもうちょっと低くても全然いいんですけども、まあ、最悪ループが失敗した時のために予備かけてます。今回はそんな感じ。でセフィロス長槍っていうんですかね、こちらを装備してます。基礎攻撃力値が429、これが70の段階 でチャージ効率が 25.2 で、洗練ランク3なんですけども、 80% の確率でエネルギーを6回復するのは変わらず、こちらの秒数が変わっていく形になってます。なのでぶっちゃけ洗練ランク上げなくても結構使いやすいものとなってます。はい、で、まあ、100% の確率になるんですけども、洗練ランク5になると、あと秒数、エネルギー回復が6ってのは変わらない。ただ、チャージ効率を例えばこれ200とかにすれば、この 6っていう数字が、まあ、普通に効果は倍になるっていうことになりますんで、まあ、1回でバツッと回復できる。で、勝利の場合はこちらの、幻想爆発が40なんで、幻想エネルギーが少ないものに対してこちらのセフィロスの槍とかっていうのはかなり有効になりますんで、今回は使ってみたという形になります。で、生物は旧貴族と悠久の、こちらの2セットずつですね。
それを使ってます。で、源泉は、まあ、元素チャージが入っていて、まあ、回心ダメージ、攻撃、あと、まあ、HP がこうやって盛られてればかなり優秀なのかなと思います。 HP がこうやって盛られてるものがかなり優秀だと思います。まあ、HP と攻撃か回心ダメージとかそこら辺がもらえてるとかなりいいのかなと個人的には思います。でここ今元素チャージになってるんですけども、ぶっちゃけ元素チャージ効率はここの50じゃなくて、例えばこういう攻撃力が持ってあるもので旧貴族か悠久かであればかなりそっちの方がいいのかなと思います。こういったものですね、こういったもののレベルが上げで入れてっていいと思います。ただ元素チャージ下げすぎてもちょっと12秒で回らなくなってしまう可能性も出てきてしまいますので、ここの例えば防御力のところがチャージ効率に振られてればいいかなみたいな、そういった頭で言ってくれるといいです。ここは攻撃にした方が威力上がります。それとこちらですね、こちら岩元素ダメージバフが有給のものであればかなり優秀だと思います。でこちら、今回心率の方に言ってますね。ここで回心率を振るしかないんで、もうしょうがないんで、ここで頭で振って回心ダメージと元素チャージ効率など、あと攻撃、あと HP、 ここら辺がガツッと漏れてればかなり優秀なのかなと思います。あとは星座ですね。星座は、まあ、さっきの岩を張って、まあ、継続ダメージの威力もかなり高くなりますんで、2000とか超えてくる内容になります。ああやって主人公の岩と7つ共鳴で重ねることによって敵はもうほとんど壊滅していく、時間が経てば経つほど壊滅していくっていうような感じで、こちら、元素爆発を打った時にシールドを付与する。これ見てて分かったと思うんですけども、スキル長押しでシールド僕出してないんですよね。だからこっちの効果がかなり必要になってくるのかなと思いきや、パーティーに深淵が入ってるんで、深淵でシールド貼ってから岩共鳴のものを入れていきたいと。ただ今バグでそれがねちょっと反映しれないとかそういうことがありますんで、まあ将来的にちゃんとバグが殴った時のことを想定して今回はお話しさせていただいております。でこちら、地震が上がる。これは継続ダメージと、まあ、シールドの威力がもう上がっていく。で4、これがかなり優秀で、元素爆発 の 20% アップなどと、効果の経過時間、継続時間が上がります。これテンポを上げると、まあ、おそらくその 3.5 秒間相手を固まらせている状態かな、あ 4.5 かな、それが2秒間伸びて 6.5 秒間延長という形になってますね。だから12秒のクールダウンだとしたら半分以上固まらせていることができるっていう形になります。でかいボスには通用しません。でこちら、これがかなり目指すべきところなんですが、こちらの元素爆発の倍率、ダメージ倍率が非常に高いものになりますんで、こういった形で星の星座の突後でかなり爆伸びするっていう形になってます。で最後、このキャラがヒーラーになる可能性を秘めてるんで、こちら の6卒も、まあ、ヒーラー枠ちょっと物足りないなってことであれば、まあ、それでこれで補うのもありなかなと思います。はい、テンポはしっかりとこの元素爆発ダメージの方が上がり幅が非常に高いので、もう 65% とかね、後半になってくると上がってきます、一発で。なのでこれをかなり上げていくのを僕はおすすめします。でこちらが、HP の、依存で、まあ、シールドの強さが変わってくるっていうところ、あと岩の共鳴ダメージの方が今回の編成では優秀なのかなと思います。だからこれをしっかり上げていくっていうのも大事。こちらは通常攻撃は今回あまりしてませんので、上げなくてもいいんですけども、まあ、パーティー編成によっては通常攻撃も、せざるを得ないようなキャラクターになってきますんで、一応これでやるというところ。あとはこちらのレベル60と40で解放されるところ、これは40解放のところ、シールドが受けたとき防御効果を発すると、まあ、シールドの強化が自動的にされるという形になる。でこちらですね、これも優秀で60以上になると一気にこの元素爆発の威力が上がります。 HP は3万以上に将来的になれれば、非常にこちらの上限のパーセントもねかなり上がってきますんで、まあ HP 爆上げでやるのも面白いのかなと思います。今回はちょっと会心とかも
意識したりとかで、チャージ効率も意識したり、こんな形になってるんですけども、ここは自分でカスタマイズできます。例えばね、もう普通に HP を上げてしまうんだとか、あとここは攻撃じゃなくて HP にするかとか、そこら辺のバランスは元素爆発の威力と相談してみてください。ということで今回こういう形でビルド紹介になります。あとは動画の方を見ていただいて、まあ、強いか面白いか判断していただければと思います。ただこのセーフ調装ですかね、こちら星4の装備ですんで、まあ、1本持ってる可能性があると思います。これ秒数が12秒かな、無凸で12秒なんですけども、12秒だとしても全然6回復するのであれば僕は非常に優秀だと思います。で、使い方としてはこの隠れてる時、勝利が隠れてる時っていうのは、例えば岩共鳴とかこのようにしてる時、これの会心でも入るんです。なので勝利がこう隠れてれば、その12秒っていう数値が反映されません。なのでここら辺で戦って元素がたまりますよね。勝利の元素たまりましたってなった瞬間に入れ替えて元素爆発を打つと、それが会心が当たったりとかするんで、共鳴も当たるんで、元素を発動した瞬間に6、要するにチャージ効率だったら12とか13、14、15ぐらいのポイントを回収できるのと、普通にダメージを与えて回収、だから一発撃った瞬間にもうチャージが溜まってる可能性もあります。そういう運用の仕方とかもこの清風調装だったらできるんで、ぜひお試しいただければと思います。はい、でこんな形でビルド動画また出していきたいと思いますんで、ぜひぜひチャンネル登録と高評価して応援してくれると非常に嬉しいです。まあ、あとはそうですね、ベネットの動画であったりとか今後出していく、あと深淵の編成も一つあります。なのでぜひぜひよろしくお願いします。はい、ではまたお会いしましょう。グッバイブラザー。Let's go.
気を出して俺を楽しませてくれ。投稿も一つの選択だよ。俺は敗者に優しいからね。もっと早く逃げた方がいい。みんながそばにいてくれる。木を読み違えてるよ。少しは成長したようだ。俺相手によくここまで持つな。新鮮同士無駄だ。やるじゃないか。どこを見てる？